コロナを完全になくすためには、あの病院が完全になくなるしかないと。そうした病院があるということ自体が、富士にぐじゅぐじゅとコロナをまき散らして。これはクラスターが起きた旭川の病院への吉田学長の発言です。旭川医大病院ではこの学内会議の録音データなどをめぐり、病院長が解任される異例の事態に発展しています。そして今日解任された古川博之前病院長が会見を開き、主張したのが、辞任をすることを考えてほしいなどと言われたことはなく、ただやめてくださいとパワハラ発言が繰り返された。患者を受け入れなかったことに対して多くの職員が失望しています。その原因は吉田学長にあるにもかかわらず、私を混乱の原因と決めつけていると。大学側は解任の理由の一つに、古川前病院長が学内会議の内容を録音し外部に漏洩して混乱させたなどとしていましたが、古川前病院長は音声データの漏洩を否定しました。記録が外部に開示されたことについて、私はその関与を否定しています。不利益処分を下す側がそれを立証する証拠を明示すべきであると。単なる状況証拠では不足であるということです。一方、新型コロナウイルスの患者受け入れをめぐっては、旭川医大側は当時患者を受け入れる状況が整っておらず、医療崩壊につながる恐れがあったと説明していました。しかし古川前病院長は受け入れは可能だったと主張します。厚生労働省、厚生局とそれから保健所が認めてるわけです。ちゃんとしかも立ち入り検査もしてるわけですね。それを認めないというんであれば、そのどこが認められないのかと。その保健所が認めるのを認めないということは、保健所の審査がおかしいということを言ってることになるわけですから、それをちゃんと述べていただきたいということになります。真っ向から対立する2人の主張。古川前病院長は解任の撤回をするよう要請しています。まあ、いつまでに回答してくださいというのは言ってませんし、まあ、今まで その役員会側の動きというか、学長側の動きからすると、全く撤回してくれる見込みはないだろうと。もちろん撤回していただければありがたいと思いますけど。